ほう、リバプール遠藤航さん、パレス戦最低評価で現地メディアも激怒。リバプール遠藤航は、クリスタルパレス戦で現地メディアから厳しい評価を受けている。地元メディアリバプールエコーはチームワーストタイの4と評価。戻るのが遅すぎたり、ボール保持の際に強情になりすぎるなど、不満を抱いたファンの怒りを増大させたと指摘している。先輩はサラー、ヌニェス、遠藤の順でこれが3トップ。決めれないし何もしてない前線の2人はもちろん、下手したら前半で0対3にされてるくらい遠藤ロストからカウンター食らったし、攻めたい時にロストしてあんなに交代させられたら余計疲れるわ。攻撃陣がひどすぎて守備は仕方ない。ライク、コナテもひどかったが前線が無能すぎて無理。リバプールサポの手のひら返しもすげえよな。シティ戦までは神、サインオブザサマー、レジェンドって現地ファン持ち上げて MOM も総取りさせてくれたのに今や失敗補強扱いでボロクソ叩いてる。これがビッグクラブの厳しさ難しさなんだよな。遠藤に限らずいろんなスター選手が絶賛とボロクソ叩かれるのを繰り返される環境。昨日転んでた大工なんかは批判されないのかね。大工は不可侵なのか。大工もアーセナル戦の後とか死ぬほど叩かれてたぞ。レジェンド選手だろうと容赦ないな。プレミアの現地サポは、サラーやジョタいるのに点取れない。怪我からの復帰組のコンディションも良くないんだろうな。どうすればいいのやら。疲労なのか怪我なのかまあおかしかった。まだ前半で負けてるのに神戸垂れてとぼとぼ歩いてたもんな。試合出ちゃダメなレベルだった。昨日は遠藤がボール持っても前線が微動だにしなかった。あれじゃ遠藤のやりようがない。最低でも遠藤のシュートがバーでなくゴールだったらな。怪我しない鉄人って言われてた遠藤でも打撲程度と疲労で数ヶ月でここまでボロボロになるんだから、日本人でプレミア完走できるやつって今後現れるのかな。遠藤45分で失点もののロスト2回3回してたから最低点は妥当。点取れない攻撃陣の前に言われるのも仕方ない。